チャンスなんで、おし、ヤマト行こう。質問ヤマト行こう。ポジショントップなんですけど、そのコツとかありますか？コツ、まず、トップとは何かを考えること。トップとは何？そう、点を取らないで。フォワードというのはチームが勝つために点を取るのが仕事。ディフェンスもする、パスもつない、何でもやるけど、でもフォワードは点を取るのが仕事だから、そのために何をしないといけないのかという考え。点を取るためにフォワードで活躍したいのであれば、点を取るために何をしないといけないのかをしっかり考えることから始めるっていうのが、フォワードとして成功するまずコツ。それをスタート、すごくやらないといけないことはいっぱいあるんだけど、でもまずはそこから始まって、それをまず考えてほしい、自分で考えてほしい。で、分からない時にまたコーチに言ったり、日々質問も変わっていくでしょうけど、じゃあ続きます。簡単じゃないです。でも簡単じゃないから面白いです。Please follow it! Follow it!